車中もまた嬉しい。小津安二郎。汽車電車、バスなどの公衆の交通機関は、現代世相の風俗画とも言うべきで、こういう観点から、例えば、通勤の往復も極めて興味あり、かつ、有益な時間になるわけである。元来、僕の中には、空想と観察が一緒に住んでいるらしく、時に応じて、 新聞雑誌を読み、考え事をし、連想し、退屈し、眠り、そしてまた乗り合わせた人に興味や関心を惹かれるという。この点極めて尋常の乗客なのであるが、それでも乗り物の中での記憶がいつの間にか頭のどこかにおびた正しく溜まってはいる。モデルノロジーというのがあるが、ああいうこともやってみれば面白いに相違ない。 春から初夏へかけて、伊豆方面にも出かけるらしい団体と、同じ列車にしばしば乗り合わせる。団体と一口に言っても、種々雑多な類がある。いつか、バツバツバツ印、蚊取り線香小売販売人ご招待という団体の中に紛れ込んだことがあった。まだ、春浅いことだったので、なるほど、宣伝の世の中、 商人の手回しのいいのには関心もし、バツバツバツ印か取り線香と染め抜いた、青や赤の小旗をかざした人々の、右往左往し、南京豆、のしいかに、思い思いに荘園を張る様が、いかにもおかしさに耐えなかったが、そのうち世話役らしい人が、僕のところへやってきて、こちらには、お酒は回りましたかしら、と言って、二号瓶をあてがわれたことがある。 その中に割り込んだ僕を同行と間違えたものらしい。もちろん僕は遠慮なく頂戴した。このカトリ線香を用いて、しかもなお蚊に悩まされた記憶もあれば、蚊もまた安心して推奨するに足る。これはカトリ線香だったのである。それにしてもカトリ線香販売人という見立てには我ながら恐縮して、どうかと思ったことだった。と言って僕は、 アバタではない。春先、カトリ先行の予得で、微噴を呼んだ僕は、それ以来、冠中に、大見の商人を懐かしむのである。どこ行きの列車だったか、いずれ休校でないから、名古屋より先へ行く人ではあるまい。一人の田舎の老紳子の、学生らしい青年を捕まえて、怖高に話しているのが、ボックスを三つも離れたところまで、手に取るように聞こえてくる。 ののくせに血色のいい、しかも頭は反白元気は若者をしのぐ高校野だったが大いに警告の本義を論じているらしくその切たるやすこぶる珍重すべきものであったいわく社会に犯罪者の絶えないのは生活が苦しいからであるしかるに国家が警察網司法権刑務所の経営のために投ずる費用は極めて莫大なものであって もし、この莫大な費用を一般国民の生活の補助として分配するならば、国民の生活は向上し、従って犯罪者というものは出なくなり、警察、裁判所、刑務所などを必要としなくなる。この説には僕も少なからず驚いた。古代ギリシャのソフィストの奇弁に見るような、何かしら南方的なのんきさのある点、甚だ面白いとも思い。 こういう楽天的な明朗な皇帝精神を持った老人もまたなかなかいいものだと感心した。この老人は金鎖に五体天の銀メタルと五円の金貨を下げていた。これは東北の三等列車の中、すぐ前に座っている一人の青年が買ってきて包みをほどいたばかりの本を読んでいる。顔の青白く神経質に見える割に、 着物の着こなしなど田舎者らしく、村では相当のインテリ青年が宅木を好み、暇と小遣いを都合して上京し、ドイツ映画を鑑賞し、うまいコーヒーを飲み、帰りに新刊書を買ってきたとでも思える感じがいかにも好もしく、一体何を読んでいるのか気を引かれたが、覗き込むわけにも行かず、そのうち幸い、トイレットに立ったので、置いていった本の表題を見ると、 これは、また意外にも、昇進恐怖症の治療とある。近来、心臓のみ強い人の多い世の中に、気の毒にもまた頼もしい青年ではあるまいか。僕も一毒の必要があるが、未だその気を得ない。飛行国。これは商船のことで、大井町から酒場の女給風の女が乗り込んだ。というだけでは、何の変哲もないが、時間が朝の十時頃。 女は、店着らしい酒のしみの目立つ、ひどくくたびれた派手な着物で、さほどに車中は混んではいなかったが、注目を一身に集めた感じだった。どうやら、昨夜、店が終わってから、どこの借り根か、今帰るものらしい。僕は別に好奇心も感じなかったが、女は両手の中に、ハンカチをしっかり握っていて、そのハンカチがまた白白と、気高いほどに新しい。 僕はなんとなく、芥川龍之介のハンカチを思い出した。女は自分の立場の釈明や周囲の霊眼に対する反発を、この純白のハンカチに託していたのだろうか。これも一つの作劇術における趣味かもしれない。思いなしか女の顔は悲しい、疲れた表情の影に張り詰めたほどに緊張していた。ハンカチを有効に用いた者は一人、 すトトのナミさんばかりではない。ここまで書いたら大船に着いた。僕は降りなければならぬ。これもまた車中の楽しみである。話昭和12年4月号。